あ、どうも。ああ、どうも。10月。まあ、秋も深まってまいりましたよね。ねえ、21日か。俺、杖つこうかな。なんでよ。腰痛いから。うん、まあ、それもあるけど、ファッションとして好きなんでね。ステッキってこと？ステッキ、ステッキ。ああ、ちょっと紳士っぽくね。今はそう取ってくれないよ、だから。そうかね。そうなんだよね。うん、まあ難しいと思うよ、そういうのは。そうなんだよね、うん、そうなんだよ。こっちの思惑通りにね、思惑通りに世間がさ、こう評価してくれるかって、そういうことはないからね、うん、一回俺、アコギの弾き語りの時にさ、うん、オーバーオール着てやろうと思ったんだよ、はいはいはい、ね、俺の時それはさ、エリックだけですよ。エリックか73年ジョージ・ハリソンってことでしょ。そう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 、ね、でも俺冷静に考えたら、見る人はイルカって見るよね。まあイルカって見るし、うん、ある人はフラカンって見るよ ね。その冷静な判断のもと中止したもん。やっぱりね、うん、そういうことなんだよ。しかもアコギじゃん、エレキだったらまあと思って。確かにそうだよな。で、後にエレキでは一回緊急ライブでやったんだけどさ、うん、アコギだとちょっと見え方がオーバーオールはね、完全にね、完全にフォークになるね、うん、100人見てくれたら1人ぐらいとかね、分かんの、いけてるってことはね、うん、確かに。でも孝太郎君あれでしょ、そのオーバーオールにフォークギター、うん、フォークギターのヘッドにぬいぐるみみたいな、うん、そういう時代じゃないでしょ。ガッツ、ガッツ、そう、雑誌で言ったらガッツ。俺はそういう時代じゃないけど、そういう人を見てて、ああ、なっちゃいけないって思ってたの。そういう人はいたの。じゃいたよ、まだまだテレビとか見ていたしさ。そうなんだ。俺たちが高校生ぐらいの時は、中学生ぐらいはもうドンズバよ。でもさ、俺が高1ぐらいの時だってさ、世の中 YMO だったけどさ、そういう層あったよ、やっぱり。やっぱあったんだ、うん、スリーフィンガー命みたいな、うんうん、まあ必ずそうだよね。いや、だから指でアコギを弾くっていうことが、うん、俺の中ではやっちゃいけないことだったんですよ、音楽やる上で一番。まあ確かにすごいのが、こうロックが好きだと一番反対側にいるからね。そうそうそう、だからそれはだから片手にやんなかったのね、うん、今後悔してんだよね。やった、確かに、あのスリーフィンガーとかね、サンピックでできる人、そうね、あれはあれでかっこいいもんね。かっこいい。でもまあしょうがないね、そういう時代に育っちゃったんだから。確かにそうだ、今さら後悔しても遅いんだよね。確かに、もうできないんだよね。中学の頃に取得してないとさ、そういうの。そう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 、習い事ってね、何でもそうだけどね。今も指やる時はもう適当な自己流なんだけどさ。だからそこでやらないと、これがあれでしょ、あの、うん、ギター教室今から通ってるデンタルベンチャーズ的なあれのパープルヘイズになっちゃうわけでしょ。なっちゃうんですよ。でもポール・マッカートニーの指も相当適当だよね。あ、すごい、なんか特殊だよね。特殊だよ。俺もあのブラックバードとか見てさ、だブラックバードはでもあれじゃなきゃできないよね。あんな不思議なさ、指のね、使い方、そうそうそう、かえって難しいだろうなと思ったよ。いや、だから他の人からって難しいんじゃないの。あいつはあれで来てるから、うん、いいけどさ、来てるからベースとか弾いてるじゃん、あの人。そうそうそう、そんな感じ。ピックで弾いたり、指で弾いたり、親指で弾いたりしてるから、うん、なんかこう自己流でああなっちゃうんだもんね、うん、ブラックバードは綺麗なさ、スリーフィンガーあったらちょっと全然ダメでしょ。まあそうかもしれない、あの感じがいいんだよ。そうかもしれない、うん、あのだからあの朴突感がね、そう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 、うまいこと出てるのかもね。自己流の時代だね、やっぱり。だからイエスタデイのイントロとかもさ、普通に F なわけだけどさ、うん、聞こえないもんね。そうなんだよね、あれ不思議でしょうがないんだよな。ポールなんですよ。どうやって弾いてんだろうなと思って。特に指だからね、未だに分かんない、イエスタデとか、うん、あんな簡単なのに。そうね、うん、あのイントロ、たかだか F 弾いてるだけじゃないですか。そうだね、ドゥンダンダンダン、うん、ドゥンダンダンって、うん、あれが分かんねえわ。だから親指の音なんだよ、あれ多分。なんだよね、きっとね、うん、その混ざり具合なんだよね。その人やっぱ指なんだよね。不思議不思議、指が一番のエフェクトってことですよ。まあそうだね。だってジェフ・ベックだってエレギター指で弾いてんじゃん。あいつそうだよね、めちゃくちゃトリッキーだよ。そうだね、うん、フレディ・キングなんて指5本に全部ピックみたいについてるからね。あ、そうなんだ。指にはめるような、あ、あの3ピックみたいなやつでしょ。鉄っていうか、なんか金物の、へえ、それもすごいね。あ、不思議だよね、すごいじゃん。あれっていうことはあれでしょ、ブルース・リーの最後で戦うあいつと一緒ってことでしょ。ハン、ハン、あれはもう指って指っていうかね、手か、あれ手だからね。手あれつけちゃってな、熊の手みたいなやつ。ハンね、ハンが作る中華料理とかうまそうだよね。うまそう。で、孝太君冷静にさ思うんだけどさ、モヨドラゴンの最後に戦うやつはさ、ハンでよかったの。だからもっとさ、ブルース・リーあんなかっこいいんだからさ、悪役もさ
若くてさ、もっとさ、こう対ブルースリー的なさ、だからあれは、うん、何が優れてたかってさ、やっぱ手がさカチャカチャ入れ替えてたでしょ、うん、入れ替えてた。でも違う違う、でハンっていうあのキャラクターだよ。いや彼だ、彼だからいいよ、みたいなとか出てきてさ、いや彼だからいいんですよ。あ、そうなんだ。逆にあれがサイボーグみたいなやつじゃダメってこと、ね、ダメダメダメ。あれはアングライガーの頃のこうスパイ映画っぽさを出してるしさ、むしろむしろ、ああ東洋人で、あれが最初からさ、ブルース・リー第1弾がさ世界的にね、うん、ドラゴン一発から始まったらね、ダメだったと思うよ。そうだね、先にやっぱポップじゃん、ハン。あの手がね、手がハンがポップって感じるやつ誰もいないじゃない。って顔見てたもんだから、手よ手。あのハンの手で、うん、あのね、こう武器になるっていうところがさ、うん、キャッチーじゃん。それなのに普通の中華料理屋がすぐに変身できるっていう、うん、ストレンジさを兼ね備えてるってことっていうかね、あのなんつうんだろうな、あの手にがあることによってマジンガー Z ファンも取り込めたわけですよ。なるほど、あの手によってね、アタッチメントの手によって。俺らだってハンがあの手じゃなかったら見てるかどうか分かんないもん。あ、分かんない。あ、そう、なるほど、うん、で俺たちはこれがあれだよね、うん、そのハンの顔を覚えてるから、うん、後にジャパンがさ、うん、ブリキの太鼓出すじゃん。出す。あれで後ろにこうあ、そうそうそう、毛沢東がね、毛沢東の顔も自然に受け入れられたもんね。受け入れられたけどそうなんだよね。ね、俺ハンを知りすぎてるからね。知りすぎてるってどんだけ知ってんだよ、はい、俺今思うとね、うん、やっぱ悪役ホラーだってドラゴンへの道だっけ、うん、チャックノリスだっけ、チャックノリス、あれだってさ、うん、まあ、でもかっこよくはないけど、うん、戦う相手としてはふさわしいじゃん、なんとなく。コロシアムでさ、でもね、俺あれはリアルタイムで見た時ね、布施明だかと思ったよチャックノリスが全然違うんだけどねなんかこう布施明のイメージ、イメージがね。チャックノリスはあいつ結構人気あるのよ、アメリカでね。そうです、そうです。自分で主演のさ、うん、そういう何こう戦うシリーズコマンド的なやつね、持ってんだよ、ね、持ってんだよ、知ってる知ってる、うん、あ、胸毛抜かれちゃったからね、胸毛抜かれて吹かれちゃったからねタンポ棒みたいにね、ふうってね、うん、じゃあハンデよかったってことですか。 いわゆるそういった意味じゃさ、うん、ドラゴン危機一髪はさ、モヨドラゴンで黄色い服着てたやつが一番最後の犯人だっけ、犯人の親玉だっけ。あ、違う、そのそいつの息子だから、その後だ、親父だね、親父、あの、あれだよ、メガネのさ、うん、あ、分かった、うん、はいはいはい、うん、それで、危機一髪はあいつ強いんだよ、あのメガネ。危機一髪は、うん、あれでしょ、危機一髪はそいつ、そうか、うん、で、怒りの鉄拳がヒゲの日本人か。だからあれだよ、あれのそう、大魔神の目ね、ね、うん、だよね、あの人が大魔神の目だから、あの人が大魔神の目やってるんだ、 目の役だ、目力強いんだよ。日本人だよね、日本人役で出るんだよ、ね、日本人役だね、そうだね。その前にほら外人のさ、うん、ジビ編の部屋がやられちゃうでしょ。ちょっとね、何の話してんの。モヨドラゴン、モヨドラゴン、うん、あ、違うモヨドラゴンじゃないよ。何モヨドラゴンで、だからあいつでしょ、小原でしょ。小原みたいなのが出るじゃん、あれも怒りの鉄拳も出てくるって。最後日本人の前にさ、うん、サスペンダーパチパチとかで戦ってさ、あー、やったやった、サスペンダーパチパチ覚えてる。そうそう、それでその時にさ、うん、なんかさ、うん、ブルースが手でさ、変な何で混ぜてみたいな、こんなことやる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 、うん、ポーズをね、うんうん、あれがいいんだよね。わかるわかる。そういえば小田君サスペンダーしてた頃あんの。あるよ。流行ったよね。流行った流行った、80年代初頭流行った。何あれ、老いから来たの、なんだろうね、これね、老いもあるよね、うん、なんか老いのやつがさ、すごいなんか短めのさ、うん、ジーンズにさ、うん、ドクターマーチンにさサスペンダーね、それにフレッド・ペリーにサスペンダーだったよね、うん、サスペンダーだったね、全員、うん、で、紙スキンヘッズみたいな、そうですね、あれからか、細いやつ。それとは別の路線で入るのよ、日本。そうなの、俺なんかそれから来てる気がした。俺70年代にしてたよ、俺サスペンダー、すでに、うん、あれ、大分は全く違った解釈で。ちょ、どっから来たの、ちょっと探ってよ。水森アドかなそれはオーバーオールでしょ。なんかでも ああいう世界から来てる気がする、それなんか自分の記憶の中で。映画だかな、なんかだって3色だったもん俺の。オレンジなん、レゲエみたいな、あのラストモリアかな、ラスターじゃ、ラスターじゃない、そういうロック的なんじゃなくて、もっとファンシーな、トリコロールっぽい、トリコロールではないな、じゃオレンジが入ってんじゃん、オレンジとね、うん、緑となんとかとか、そういうフィンガーファイブとか、そんな印象だね。で、太いの、太い
メジロンサスペンダー時代があるんだ。あったね。俺結構いろんな時代あるよ。サスペンダー時代は何、わざとこうジーンズをつってたのだったと思うね。俺いろいろ気あるよ。なんでやめんのサスペンダー。まあ1週間もやれば満足するかね。なるほどもうだってオーバーオール機もあったしさ、うん、確かにオーバーオールも来たな。あ、いろいろあったんですよ、うん、あとカーペンターも入ったし。カーペンター俺中1なんだよね。流行ったよね、これ。流行った、めちゃくちゃ流行ったね、うん、カーペンター欲しいな。今でも売ってるな。売ってるか。いや、ああいう、ああいうパンツは売ってるけど、ワークパンツ。なんかあの頃のカーペンターと違うな。あの頃のカーペンターのこうすごい温泉が弱いさ、ゆるっとした感じじゃないな、うんうん、あ、そうなんだ。シルエットが もっとカチッとしちゃうね、今言うと。あー、ワークって感じさ。本当にワークなんだね、うん、あの時のカーペンターのムードじゃないな。あの頃ちょっとなんかこう、タラってしてたもんね。そうそうそう、あれがいいんだよな、うん、そうだね。やっぱ温泉の違いか。温泉なのか、まあ温泉なのな。ワークはちょっと硬いよね、だから。まあワークだからね、うん、ワークか。働かないとね。まあそうだね、カーペンターだからね、うん、カーペンターズでしょ。違うでしょ大工でしょ。カーペンターズ、そうだよ。だからカーペンターズ大工から来てるんだから、あれ名字。あれ名字。名字？名字だよ。あ、そうか、カレンカーペンターンか。そうだよ、何言ってんの。今更気づいちゃった。違うよ。あ、そっか、うん、俺変な名前つけんなと思ってたんだよ。大工カレンってことだよ、小田君。いや、だから変な名前つけんなと思ってたの。あ、そうか、名字か。名字だよ。そうじゃん。だからたまたまだから大工小太郎みたいになっただけだよ。なるほど、うん、大工久志みたいな。名字か。名字って何言ってんの。加藤図ってこと。そうだ、加藤図だよ。加藤たち。そう、加藤たち、古市たちだよ。いやだな、古市図だよ。オレンジ図&古市図だよ。なるほど、うん、そういうことで簡単よ。あ、そっかそっか、うん、はあ。だってジャクソン5だってそうじゃん、みんな。まあね、古市5みたいなもんじゃん。まあそうね、うん、ラモンズね。うん、ラモンズも。あ、そっか、うん、我々だけど適当につけてるけど名前。岡本図みたいなもんだけど。そうだね、うん、まあ岡本図ね、うん。結構簡単なんだよ、だから向こうの人、グループ名。それがいいんだよ、うん、難しかったね。エコアンザバニメとかあの頃だけだよ。そうだね、うん、昔同級生のオノってやつがオノバンドって作ったもんね。オノバンド、プラスチックのバンドよりか後まで。でも後まで、うん、プラスチックのバンドね、うん、でもな、そういう、いたよね、コウタル君ね。自分のさ、名前から取ってくるさ。いたよ、いっぱいいたよ。あの、かつタルイバンドとかもさ、あれタルイ君やってるからタルイバンドでしょ。ミカバンドそうじゃなかった。そうだ、ミカだ、加藤ミカだ。ミカだもんね、うん、流行ったのかな。オノバンドが来てんじゃん、やっぱり。ああ、やっぱそうかな。だってサディスティックミカバンドでプラスチックオノバンドとさ、まあ似てるね、この響き。似てる似てるミッシェルガーエレファントとマシンガーエチケットぐらい似てるよ。似てるね。トレースだな、今だったら完全に。完全にそっから来てるわけでしょ、それは。これ完全だよ、出所は見ちゃったよ。プラスチック、サディスティック、サディスティックみたいな、オナオミカみたいな感じでね。いや、ミカいいじゃんみたいなね。そこだよ、だと思うよ、うん、それ以外ないよ、だって、うん、そうだよね。まあ流行りってあんだね、やっぱね。まああるっしょね、うん、でもプラスチックオナバンドってかっこいいもんな。かっこいいね、かっこいい。あのアルバムもかっこいいもんね。かっこいい。ご確認以来、ご確認、うん、リーダー小寺さんはじめまして。福島県いわき市在住、ほっぺちゃんパパと申します。はい。私は家庭の事情、過去奥さんの許可、うん、家庭の事情で年に1回しかライブに行けない身なんですが、今回お二人にいわきはごめんなさいされてしまったため、うん、バースデーのライブに行く予定です。なるほど。バースデーってこれ千葉のバースデー。そうじゃないバースデーのツアーが発表された時、いわきの文字を見た時嬉しかったんですが、うん、同時に目を疑いました、うん。なんといわきの前の日が盛岡となってるじゃありませんか、うん、これは世に言う夜走りをバースデーを行う気なんでしょうか。逆だパターンだね、小田君これ、うん。コレクターズより若干平均年齢が低いとはいえ 2月、うん、いわきに雪がなくても盛岡や途中の福島市には確実に雪があると思われます、うん、それとも優雅に電車移動でいらっしゃるのでしょうか、うん、バースデーはいわきへはいつも電車移動。ああ、そうなんだ。可能であれば小田さんから9歳でご確認いただけませんでしょうかなんでだよちなみに私も金曜日の仕事が終わってから盛岡の彼女に会いに呼ばせてした口です、うんうんうん、では長いツアーご自愛ください。はいはいはい。桑原さんに確認したところ、うん、
当然終演も呼ばせていただきます、うん、マネージャーに確認済みです、個人差ありますが、うん、私は前乗り至上主義ですので、うん、当日記者で迎えよりも真夜中過ぎてでも次のライブの街に入っていたい派です、うん、2月なので確かに冬真っ只中ですね、よほどのことがない限り夜走りです、その昔ミシェル時代、冬の北海道夜走り中に事故になり、機材車メンバー車ともに会うと、イベンターさん手配の観光バスに乗り換え積み替え移動というのもありました、なるほど。事故の瞬間助手席の私が真っ直ぐにしたことは、足元に転がった、結構いいところまで育ってあげたたまごっちを探したそうでした。なるほど。グーハラがまさかこれ答えてくれたな、こんなに長く、すごいな、これボイドの人生相談グーハラがやった方がいいんじゃないのこれ。急じゃね、真面目に答えすぎちゃうんですよ。なるほど、こういう風にね夜走りなのかって聞いただけなのに最後たまごっちの話をしてるから、そうそうそう、落ち着けるあたりがね、やっぱ急のね、性格と真面目さを表してる、表してるだよ。小田君との、うん、呼ばしてるじゃん、終わりでしょ。そう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 、電報ぐらい短いもんね。短い。そうなんだ、みんな呼ばしりだ、みんな呼ばしりなんだ。でもその工程だったら呼ばしりしちゃった方がいいね。確かにね、その工程組まない方がいいよ。そうね、盛岡岩手どういう工程だ、本当にもう地獄だったわ、あれ恐ろしいよ、小樽君。盛岡岩木バースでもあんまり連チャンがないね。ボーカリストの喉やっぱりさ、気遣ってんじゃないの。そうだね、必ず2連チャンやっても絶対開くじゃん、ほら、ね、あんまないじゃん、2連チャンもない、そうか、やるね、みんな大変だ。あ、みんなこうやって土曜日、金曜日、日曜日、祝日、あ、これはみんな日本中のライブハウスの土日が埋まっちゃうわけだな、これ。もう平日にしようか、これから。本当になんかな、平日やろないもんね、もう、ね、もう中国人の爆買いじゃないけどさ、みんな抑えられちゃって、ホテルも取れないしな、ホテルも取れない、ホテルが取れない、特に京都、大阪ね、神戸、ほんと取れないわ。これはそうなんて、カプセルホテルって待ってたよ、ほんと取れないよ。で、俺だとこの前キャンペーン行った時さ、関西のキャンペーン、全然遠いホテルだったね、取れなくて。加藤さん、小田さん、どうも、 PNM カツオです。カツオ、僕は大学入学と同時に今年4月から P になった大学1年生です、数年前の新木場サンセットでコレクターズのファンになった、母の影響で、はあ、お母さんの、ポッドキャストを聞いてるうちにバンドも好きになりましたと。へえ。今では僕も母も柔道の P に、うん、ここ半年僕は池袋の大学に通いながら、袋を聞きまくる日々、はい、ついにシーズン5まで追いつきました。はい、ちなみに僕の父はコレクターズがデビュー後すぐに行った名古屋ライブに参戦したり、自主制作版のカセットテープを今でも持っていたりと、コレクターズ初期からのファンです。そうなんだ。家でコレクターズが話題に上がると父は必ず、加藤氏たちは天才だ僕は恐竜は名曲すぎるとほぼ毎回言います、このように家族ともどもコレクターズファン、ありがたい。池袋の大学に通いながら袋を聞きまくる僕ですが、ライブは今回で横浜の初参戦でした。はいはい、母と母のスピッツ友達、30代美人、はいはい、と3人で参戦30代美人って面白いさて本題です、はい、そう、先ほどの池袋の大学とは立教大学です。立教だね。そこでお二人を立教の学園さんにゲストとしてお招きしたくメールを書きました。毎年に行っては11月頭と、今年はツアーと時期がかぶってて大変だと思います。今年のゲストはすでにグラビアアイドルに決まってしまいましたので、グラビアアイドル、来年の学園さんにぜひゲストとしてお越しいただきたく、トークショー、ミニライブをやっていただけないでしょうか。池袋といえば小太郎さん、そして加藤さんの故郷埼玉県の熊谷、深谷からも多くの学生が勢いに帰っています。まあね、近いからね、リンゴ玉木も帰ってたからね、そう、初期メンバーのリンゴ玉木は立教ですよ、ね、僕はコレクターズの存在がもっと立教生に広まって P 仲間も増えることを日々願っております。なるほどね。学園祭は学生が一堂を会する年に一度の大きなイベントであり、お二人のトークとかっこいい音楽で会場を沸かした姿みたいです、本当に来てくれるなら、弁当の確保や誘導など僕は全て行います
面倒しかないもんね。ギャラの話が出てないよこれ。ベスト出演も検討していただけないでしょうか。お願いいたします、うん。最後に余談ですが、うん、先ほど家族ともともファンだと言いましたが、うん、中二の弟も例外ではありません、先日弟は友達とカラオケに行き、なんとそこで僕がコレクターを歌ったというのです。お友達はどういう反応だったと母が聞くと、うん、ダーリーダリリーの部分で乗ってくれたよと答えました思わず僕も母も爆笑。それではツアー完走を目指して頑張ってください。ああファイナルは父と言います。嬉しいね、はい、家族でだよ小樽くん来たね。やっぱりこれローリングストーンの気になってきたんだ。もうデッドからウッストーンズかってことだこれ。嬉しいね。嬉しいよ。行くの立教来年。遊び行くよ。遊びに行くの立教さ、近いやこれ。立教俺は行くのは全然構わないけど、事務所がどうなのか。グラビアアイドル級の扱いなんだよ小樽くん。そうだね、うん、行きたいよね。立教行ったことないもんね。あ、ない。結構行ったけどね、学生はね。うん、立教には呼ばれたことがない。お弁当の楽譜と誘導もしてくれるんだよ。そうだね、うん、立教でもクリスマス綺麗なんだよ。あ、そう、うん、そうなんだ。ミッション系だからね。綺麗なんだよ千葉工大の小田君。クリスマスなんつったらね、うん、チェルノブイリだよ。あ、そう、うん、本当に人がいないから。立教大学か行きたいね。呼んでくれればね、うん、検討しますよ。呼んでください。コレクターズは21枚目のオリジナルアルバム、言いたいこと言えないこと言いしゃべれたこと、もう過去の話ですね。そうですねツアーやってんだな。絶賛発売中です。まあ早いもんね。前日が一番盛り上がってね、当日盛り下がってもう終わりね。そういう文化だから ね、クリスマスから何から本当。ツアー2015スーパーディーパーは今週末の土曜日、うん、札幌キューブガーデン。札幌なんだ。で来週はですね、31日が青森クォーター、うん、そしてファイナルは11月22日リーダーバースデー EX シアトル六本木。はい、この時点で、うん、ソールドアウトって言えない寂しさね。なんかどうなってんだろうねこれ。いや間近なんですよ。間近なの、うん、そう信じていいの小樽くん。本当いいよ、うん、間近なんだ。間近。小樽くん、キューブガーデンの次の日、うん、インストアやるから忘れないで、ね、知ってるよ、早い時間だよ、はい、早い時間。11時ぐらいからやるから、うん、早すぎるよ。そう、日曜日か、うん、もうインストアどんどん言わないから小樽くんとっとと帰るんじゃないかと思って心配してんだよ。知ってますから。ロックンロールをもっと面白くする本、シェイク、はい、ボリューム2が発売中。はい、モモ様のモモ君とですね、私のタイトルが載ってます。今後は、今後ね、9月に創刊されたはみ出し中年向けファッションカルチャー誌、うん、ボイドマガジンで、うん、お悩み相談中年読んでをやっております。中年読んで、はい、音楽と人ではリーダーの彼も何でも何でだあーもうやめたいんだよね本当にやめたいの。まあ他にですね、うん、連載対談が始まりましたと、うん、どうしたらやめれんだろうな、ね。まあ、詳しくはこれからのオフィシャルサイトで確認してください。これシャブと一緒でやめれないのかなこれ小樽くん。シャブは自分の意思だけどこれは俺の意思じゃないからね。強制労働みたいなもんだよこれ小樽くん。そうだね、そうだね。このポッドキャストはスタジオ MOG の音楽誌ドーナツのサイトにあるスクラップネットマガジンからダウンロードできます。写真館アーカイブもこちらにあります。毎週セーブ更新、はい、P メールは袋24@gmail.com、 はい、こちらまでお願いします。はい、いやいやいや、まあツアーもまあ残すところまあ、うん、そうだね、半分終わってね、半分終わっちゃってましたね、うん、やっぱ最近でもやっぱ秋とかが寂しくてダメだな。でしょ、うん、ポータル君が言ってるのはよくわかるわホルモンバランスこれで崩れてごめんなさいよ崩れて、これちょっとでもホルモンバランスがね崩れたらもう危ないねこれ。危ないよ、これ枝ぶりのいい木探しやこれ。探しちゃうでしょ、うん、探しちゃう。言わんこっちゃねえんだ。言わんこっちゃないよね、ほんとね。でもね、その分ね、ラーメンの湯気が上げてくるんだよなるほど、湯気がね、うん、だからその逃げ道を見つけたことだね。なるほど、そういうことね。肉まんのさ、マシン上げた時の激しい湯気。なるほど、湯気でブワーッねそうか、それが、そうか、いつもよりもこう恋しくなるわけだな。いや、もうすぐでも肉まんうまくなるな、もうすぐ。小樽くん、肉まん好きなの？肉まんこそ我が命だよ。俺、あんまの方好きだよ。あんまも好きだよ、うん、でも肉まんだな。あのね、夜中にね、飲んでさ、ちょっと遅くなる時に帰りね、うんうん、こっち
小腹減ったなって時のね、うん、肉まんのうまさたるやね、うん、最高。ただごじゃないよ、ただごじゃない。でも猫食べると全部あげちゃうんだよね、猫に。あ、猫にね、ちょっと一番おいしいとこで周りしか食べれなくなるからね、猫に会うと全部あげちゃうんだよね。そうそう、猫はいいよ、冬の猫は。夏もいいよ、あったかいも食べれるんだって、うん、ね、俺これあんまり猫可愛くて自分の腕かましたら血が出ちゃってさバカじゃねえの噛んできたら、うん、可愛くてもうほっといたのよ、うん、もういいやと思って、うん、でもまあちょっと痛いなと思ったんだけど、うん、血がすげえチクってやられちゃったこの猫いいコウさん、この猫いいよ、いいね、これ紹介してよ、ちょっと、ニャンマップ、ニャンマップ、うん、リーダー小田さん、こんにちはと、うん、まあちょっとザクバラに言うとですね、猫、うん、スポットを、まあ、教えてくれたの、うんうん、ちょっとこの写真があまりにも素晴らしいんで、ちょっと今ね、うん、写真館にちょっとアップしたいと思います。はいはい、ね、玉こんにゃくさんからいただきました。玉こんにゃく、かわいいこの猫、これ写真館あったね、最高。なんで猫ってこんなに素晴らしいんだろうね。素晴らしいね、これ。もうこの写真見ただけで疲れが飛ぶもんな。飛ぶよね。うん。ライブ前に見るよ、これ。ちょっと見よう。次のアルバムジャケットこれで、ね、みたいな、ね、30周年。で、今回ツアーさ、もう楽屋に飾って猫のこういう写真を撮ろうよ。それがいい。そうしようよ。だってさ、これさ、普通さ、うん、やっぱ他の動物とかさ、他の子供とか見せられてもさ、うん、こんなに和まないじゃん。そうね、猫ってこれどこの猫だか分かんないのに、孝太郎君の言うようにこうみんなにこう安らぎ与えてくれる猫はね。そうなんだよ。犬がこんなことやったらふざけんなって思うなんでしょうね、まあね、何こう言ってんだよってね。もう猫パワーすげえ。じゃあ猫でも見ながらちょっとお別れしましょう。そうですね、はい。 Do the download Do the download 池袋交差点24時。